こんにちは。本日内藤証券7110マーケットトゥデイは浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日の相場はですね、日経平均株価289円安、トピックスが24ポイント安というところで、引けにかけてはやや下げしぶりましたけれども、終日ちょっと軟調な動きというところでございました。先週末はニューヨーク日本ともにですね、高かったんですけれども、今週はですね、ニューヨークは今日はお休みということで、週末は5月の雇用統計の発表がございますので、前回に反して上振れるのではないかと、インフレ懸念が再び、インフレ懸念がですね、再び高まるんじゃないかというふうな警戒感もあって、あまり大きな動きはないかもしれません。今日はですね、指標を見ていただきますと、真ん中のところから新興市場などですね、そういった二部指数とかジャスダック、マザーズ指数は高かったというところで、日経平均株価、トピックス、東証一部の指数が安いということですね。機関投資家のインデックス売りが中心だったということでしょうか。それから2枚目に行きますと、規模別の株価指数、真ん中より下のところですが、小型株の下げはやや小さめというところでございました。業種別の株価指数は不動産業が値下がり率トップでございまして、他ですね、どちらかというとバリュー系の銘柄が今日は安かったというところでございます。鉄鋼とかですね、ガラス、土石、ゴムとか卸売業、そういったところ、そして値下がり率が、値上がりは一業種だけ海運業ですね。こちらの方もかなり、上下に荒い値動きになっておりまして、値下がり率の低いところでは、電気、精密輸送機器、電気なんかは半導体製造装置の株なんかが今日は高かったと、東京エレクトロン、アドバンテストスクリーンと、そういったところですね、がありました。さてチャートを見ていただきますと、ニューヨークダウの工業株30平均、高値近辺で戻ろうとしております。それでもですね、やっぱり高値警戒感は付きまとうという水準です。ナスダック総合指数も突っ込んだ後、2月、4月を高値つけたところまで戻ろう、半値を超えてですね、戻ろうかなというところになっております。今日の動きなんか、夜間取引といいますか、今日の動きなんか見てますと、やっぱりビットコインあたりがちょっと不安定な動きしてまして、若干ちょっと安めの動きですね、最近の安値圏で推移しているということで、そういったところが安くなってくると、ちょっと株価の方も連動して売られるというところもあるのかなという気もいたします。それから10年もの国債利回り、こちらは月末の債券買いで先週末は閉まりましたが、閉まりまして、金利の方は低下というところでございます。1.6% 前後での推移、落ち着いた推移が続いております。基本的にはですね、欧米によるワクチン接種進展で金利上昇に対する懸念は引き続き続くんじゃないかなというふうには考えています。それから今日、円相場ですね、円相場の方109円の88銭、先週末アメリカ4月の個人消費指数 PC デフレーターの方のコア指数がですね、前年同月比で 3.1% 上昇しまして、市場予想を上回ったということで、インフレ圧力の高まりからドルが買われて円が売られたというところでございました。次のページのユーロなんかも引き続き円安基調が続いているというところでございます。それから上海総合指数ですね、こちらの国家統計局の5月の PMI が市場予想を、わずかになんですけども下回ったこともあって、軟調に推移してたんですけども、今の時間はちょっと閉まってプラスに転じておるというところでしょうか。それからトピックスですね、こちらの方ですけれども、先週、先々週と戻して、今日は安くで始まりました。24ポイント安というところでございまして、この赤い線、13週平均線でちょっと跳ね返されたような感じになっています。次の日足を見ますと、これトピックスですけれども、日足で見ますと、75日線一旦上回ったんですけれども、再び下に押し戻されたというところです。日経株価は75日線の 29,247 円というところにあるんですけれども、それより下で、跳ね返されて反落したという形が今日の動きでございました。図表がございます。信託銀行の現物売買動向とですね、
年初から3月下旬にかけて13週連続で29兆ですか、6100万円ほど売り越してたんですけれども、ここのところ小幅の買い越しがずっと続いてまして、6週連続で買い越しました。2757億円の買い越しということで、先週発表分ですね、5月21日の週分までです。直近は4兆4800万円、ずっと買い越してきて2757億円の買い越しだったということですね。最近ちょっと信託銀行を下の方で押し目買いを入れているというところにちょっと注目したいと思います。それから最低改ざん取り算の推移、信用改ざんずっとこの去年のですね、3月27日、1兆7540億円のこの紫色のグラフですけども、ボトムからずっと増えてきて 87% 増加、1兆5333億円増加したんですけれども、株価がまあ上昇しているうちはまあ全く問題はないと言っていいと思うんですが、まあ回転が効いているうちはですね、多少まあ調整がなるとまあちょっと重荷感出てくるかなというところで、今日はちょっとちなみに信用改ざんのボトムから直近までの増加率上位銘柄を上げてみました。直近の改ざんの金額で50億円以上あるやつですけれども、トップがエバラですね、ボトムからの増加率 5133%、 ほとんど枯れ切ったところから急上昇したというところでございました。ここにですね、黄色でちょっと塗ってる、上の見出しの下ですけども、影響が比較的小さいであろうと、改ざんが重にならないであろうと思われる銘柄は、まず調整期間がこれまで長くて、株価がボトム近辺にある銘柄ですね。それからこれはまあ一旦人気化すると意外とまあそこそこ積み上がってても軽い 値動きは軽くなります。あと株価の上昇基調が継続して買い方の回転が効いている銘柄、上昇基調が続いている銘柄ですね、そういったのは問題ありません。ただし、まあ、中長期で大幅上昇した後にですね、直近ちょっと深めの調整を入れた銘柄なんかはちょっときついかなというところでございます。例えばこれでいくと、まあ、まだ、まあ、確定した結論にはなりませんけれども、例えばトリケミカルとかディスコとかですね、桃太郎、村田製作所、まあ、これなんかも下にちょっとコツンと来てる銘柄もありますので、調整一循環も出てきてる銘柄ももちろん、ございます。一方で、まあ、ボトム圏で、ボトム圏にある銘柄としては、例えば JR 九州でありますとか、一番最後の花王、それから右から3番目のアナホールディングズですね、全日空ですね、そういったところなんかがそれに当たるというところです。あとはまあ上昇基調を継続しているのはエバラとかサイバーエージェントとかですね、そういったところになってまいります。業種別の株価指数の動き、ご覧の通りでございます。サービスが強いほかは内需ディフェンシブ系は弱め、それから2枚目でいきますと電気機械はまあ強めでございます。輸送機自動車も強めということです。今日の銘柄、営業利益が2期前を超えた小業績 TPR 銘柄、先週金曜日もやりましたけども、今日は中小型株からピックアップしてみましたというところで、ご覧の通りでございます。住友林業からデジタルホールディングス、これでデジタルホールディングスは旧社名オプトでインターネット専業の広告代理店ですね。あと KH のネオケム、これはエアコンとか冷蔵庫で使われる冷凍機の油ですね、キユ、それから化粧品の原料で高いシェアを持っている会社でございます。あとは一番下、5991日本発条、これは日発と通称になってますが、自動車用のサスペンション用のバネでずっとこう高いシェアございますし、あとはまあハードディスク用の精密サスペンションです。これで高いシェアを持っているということで、これのちょっとハードディスクドライブの減少懸念なんかでちょっと株価がディスカウントされているというところもございます。あと半導体検査用装置用の製品も扱っている。山陽電機はサーボモーターですね、工作機械とかロボット半導体製造装置用とか、あとパソコンとかサーバーの冷却ファンなんかをやっている会社でございます。から2枚目いきますと IHI、石川島ハリマーですね。前の社名がそうでした。航空機エンジンの国内トップで、発電所のボイラーとかシード掘進機なんかやってる会社ですね。アメリカでは航空機の利用者が現在、急増中というところのニュースなんかも入っておりまして、航空機関連なんかがちょっと、株価で直ってきているということもありますし、航空機エンジン扱ってる国内トップの同社もちょっと注目されるかもしれません。
あとは西松屋チェーンですね、こちら首都圏の中心部に積極出店しているということで、5月の既存店売上高がちょっと5.4%だったんですけれども、引き続き客足は好調というところです。というところで本日は17銘柄紹介させていただきました。次のページもあるんですけれども、これは先週末にやりました大型株と中型株上位編というところで、1枚目、科学とかですね、住友電気工業、日立製作所、そして2枚目は、トヨタ自動車、愛信世紀、ヤマハ発動機の自動車関連などが載っております。またご覧になってください。本日は以上でございます。ありがとうございました。